翔子先輩、おはようございます。おはよう。今何時？ごめんなさい。こっちこそごめん。先に起きてたなら起こしてくれればよかったのに。先輩は疲れてたでしょうし、あまり早く起こしてもできることなかったと思いましたし。それはそうなんだけどね。嵐は一応収まったみたいだけど。多分これが九郎様がいらっしゃった状態なんだと思います。昨夜の森もでしたけど、今は島中の力の濃度がすごいことになってます。ちゃんとした器がないとあっという間に飲み込まれて溶けてなくなっちゃいそうです。だったらそんな風に出てきてないで、ちゃんと中に引っ込んでなさい。はーい。まったく、そんな状態だとあなたの体のある場所もわからないわよね。桃ちゃん風に言うなら、カレー屋さんの中で匂いを頼りにバニラビーンズを探すがごとくって感じです。それは無理ね。それにこんな状態じゃなくても、もしかしたら私の体、霊的なものを阻む結界のようなところに入れられてるかもしれませんし。昨日も場所とかわかりませんでしたから。私が体に戻って、勝手に出ていくのを警戒しているのかも。もうすぐ夕方ですよね。そうね。この時間ならお父さんはすでに祭儀の場所に行っているはずなんです。なら屋敷の方には誰もいない？そうですね。世話役の人以外、誰も家から一歩も出てはいけない日ですから、お父さんしか住んでいない根方の屋敷は空っぽのはずです。言われなくても、外に出る気のなくなる日だけど。力の気配がこっちの方から、多分一人分。それ、休みの体？大丈夫なの？入り込むのも大変な場所ですから、祠の中と同じぐらいには安全です。根方さんは？お父さんはいません。ですから先に行きますね。先輩、翔子先輩、大変です。急いでこっちに来てください。この子も休みみたいに魂が抜けてる状態なのかしら。あなたわかる？ちょっと待ってください。
ぱりこうして人の体に入るのは慣れてないし違和感ありますね。ナミちゃんは寝てるだけです。ちゃんとナミちゃんの魂はこの中に。それならいいけど、とりあえず昇進時に。電池切れ。休み？ちょっと家の電話借りるわよ。先生ですね。え、おさないさん？あなたの携帯じゃないみたいだけど、そっちで何か問題でもあったの？ですね。切れてしまったので、今根方さんの家の電話を借りてるんですよ。なんだ、そうだったの。じゃあ昨夜はちゃんと屋根があるところで寝られたのね。そっちは今どうなってる？天気も今は少し落ち着いてますし、とりあえず今のところは問題ありません。そっちは何かあったみたいですけど。先生、崖崩れとか危ないだろうから、怪しろたちに連絡して呼び戻してください。ナミでしたら今こっちで寝てますから。え、ちょっとそれどういうこと？私にも分かりません。私たちが起きたらすでにこっちにいたというか、双子とかよく似た別人という線も考えたんですけど、そっちの波が消えているなら。そっちにいるのがナミちゃん本人である可能性も高いか。幼いさん、悪いんだけど根方さんに代わってもらえるかしら？それが、私たちが起きた時にはもう屋敷の中には。昇進寺まで連絡をくれるか、頃合いを見てこちらからかけ直すまで。
わかりました。そっちもみんなを呼び戻して、私と休みが謝ってたって伝えてください。そういえば相沢さんは向こうで奈美のこと見てます。先輩、ちょっと。どうしたの？もしかしたら奈美ちゃんが安姫様なのかもしれません。安姫様の見た目って13、4、5歳なんでしょ？だとすると辻褄が合わない。合わないけど。姫様だったら、休みの体が危ないかもしれない。休み、儀式が行われる前に行こう。儀式の場所、あなたわかる？はい、地下にある祭殿で行うって本に。秘密の地下祭殿か。入り口は？もしかしてたくさんある洞窟のうちのどれかとか？屋敷につながる通路があるとかえって秘密が保てないって。禁足地の中の洞窟が入り口ですから、普通の人が入り込むことはないんですけど。それに問題が。入り口までは書いてあったんですけど、その先は役目の代替わりの際に直接道を教えられるんだって。もともと複雑なこともありますし、潮の満ち引きで道ができたり沈んだりとか。まったく、それは厄介ね。とにかく時間が惜しいわ。まずその洞窟に行きましょう。行くのはいいんですけど、翔子先輩。ナミちゃん、どうしましょう。置いていくわけにはいかないか。小さくても、まるっきりの子供じゃないから、私が背負うにしても限度があるし。この先どうなるかわからないですしね。椿の森にある祠、ひとまずあそこに連れて行く。どうしたの？私がナミちゃんをよりしろにすれば普通に歩いていけるかも。でも危険じゃない？器の中で心が混ざって自分が自分でなくなるかもって。大丈夫だと思います。じゃあ乗り移ります。you
丈夫です。すごく不思議なんですけど、先輩に乗り移った時ほど違和感はないです。ちゃんと体も動きます。もしかして私が抜けやすい体質だとしたら、この子は入れやすい体質なのかもしれません。入れやすい？霊に疲れやすいっていうか、実際は正しくない説明かもしれませんけど、私の理解している範囲だとこんな感じです。人の体をコップみたいな器だとすると、魂はそこに入ってる水に相当します。すでに水の入ってる器に別のコップから水を移そうとするとどうなります？器の大きさと最初に入ってる水の量、それから移そうとする水の量によるわね。それともう一つ、さっきも言ったけど、物によっては混ぜるな危険。じゃあものすごく大きくて自由に仕切りを作れる器だとしたら、すごく広々としてるんで、魂同士もぎゅうぎゅうにくっつかなくて済みそうです。休みが脱根型のシャーマンだとしたら、ナミは憑依型のシャーマンだったってことか。日本の神がかりする巫女さんは大体が憑依型ですよね。私も身長ある方じゃないですけど、ナミちゃんの低さには違和感が。10歳の頃はちょうどこのぐらいだったはずなのに。ナミの声で言われると私の方にも違和感が。え？ナミが喋れないのって喉が悪いとかじゃなかったんだ。あ、そういえばそうですね。ナミちゃんってこんな声してたんだ。あなたが自分で聞いてるのと私が聞いてるのはまた違って聞こえてるんでしょうけど。そういえば録音した自分の声って慣れるまでは変に聞こえますよね。あ、さっきちょっと触っちゃったんですけど、やっぱりナミちゃんが安姫様みたいです。じゃないと知らないようなこともいろいろ知っていましたし。その子が安姫様なの？本当に？休みも一緒に見たでしょ？見たって何をですか？一度祠まで。それなんですけど先輩、このまま祭殿に行きませんか？休みが波に入ったまま？もしですよ、あくまでもしの話ですけど、私たちがダメだった場合、誰も来ないような祠に波ちゃんを一人にしておくのは危険だと思うんです。
美ちゃんを、安姫様を人質に取ってるみたいで嫌なんですけど。安姫様の体なら根方さんも乱暴なことはできない。わかったわ、このまま行きましょう。と、入り口は洞窟って言ってたわよね。懐中電灯でもアンドンでもいいから明かりになるもの探してきて。はい。なんか変な感じです。そうね、いつもの休みより小さいわ。歩幅も小さいし、着物だし。島の南西側、和田摘みの岩倉っていう表向きの儀式をする場所があるんですけど、その近くにある洞窟が地下祭殿まで続いているそうです。他にもたくさん洞窟があるんで、間違えないようにしないといけません。